東京上野動物園のジャイアントパンダ、シンシンに妊娠の兆候が見られることが分かりました。去年2月に中国から来日したジャイアントパンダのメスのシンシンとオスのリーリーは、今年3月、2回交尾するのが確認されています。上野動物園によりますと、シンシンは今月7日頃から食欲が減退するなどしていて、飼育員がホルモンの値や活動の様子を詳しく観察しています。 ただ、パンダには偽妊娠という生理現象が見られる場合もあり、経過を慎重に見守る必要があるということです。妊娠が確認されて無事出産すれば、上野動物園でのパンダの誕生は24年ぶりになります。